今回ご紹介する昭和美人は女優の片瀬里乃さん。1957年5月8日生まれ。出身東京都。身長168センチ。血液型 B 型。芸名の由来は、片瀬は母親が静岡県鴨郡東伊豆町片瀬白田出身であることから、里乃は本名ののりこのノりを逆にしたものだそうで、 文字は生命判断で自覚を考えて決定したそう。大学在学中に CM モデルとしてデビューし、ラオックスやヤマハなどの CM に出演。豊満な肉体で人気を集めました。後に、11PM にカバーガールとして出演。その後、ミフネプロダクションに入り、大江戸捜査網でドラマデビュー。当時の交渉サイズが身長168、バスト92。 ウエスト61、ヒップ89というグラマラスな死体を生かした肉体派女優として活躍し、極道の妻たちシリーズなど功績が強い女性役を多く演じて人気を決定付けました。女性らしいメリハリのある日韓的なプロポーションを保つため、きちんと食事をして運動することを心がけており、特に水泳を好んでいるそう。ちなみにお胸は G カップだそうです。 私生活では多くの俳優たちとの恋愛説が噂されましたが、実際は一度も結婚はしていません。共演する機会が多かった岩下島のことをお姉ちゃんと呼んでおり、講師ともに仲が良くメル友でもあるんだとか、岩下島について女優さんでここまで深く仲良くさせていただいている数少ない方と表しています。1990年代以降は、 主役を支える名脇役として活躍、ムキムキマン関連の音楽作品も発表しており、未だにコミックソングとして一部の熟年層にカルト的な支持を誇っています。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは昭和の美人たちを紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。